ちゃんと説明できなかったのですが、チアリーディングの歴史についてもう一度説明いたしますと、はい、かわいい、ありがとうございます。よろぐん、あにょはせよ、篠原なるみイムニだ。先生こんにちは。小鳥を演じております声優の篠原なるみです。今回のキボトスで行われる大運動会降臨大祭なんですが、なんと小鳥が所属するミレニアムサイエンススクールが主催で、開催することとなりました。この降臨大祭に向け、小鳥もエンジニア部やいろんな生徒さんと一緒に一生懸命、頑張ってくれています。説明もね、しっかり頑張ってしてくれるはずなので、ぜひ最後まで小鳥のお話聞いてあげてくださいね。そして今回の降臨大祭では、小鳥が可愛いチアリーダーのお洋服で登場します。普段とは違う小鳥の可愛い一面が見られる、素晴らしい機会なので絶対に見逃さないでください。大ボリュームのイベントストーリーとなっております。最後までぜひお楽しみくださいませ。はい、小鳥という女の子は無邪気で、とにかくお話しすること説明することが大好きな子です。ゲームの収録時なんですけれども、カットインの秒数に対して、セリフの文字数がとっても多かったので、この子はもしかしたら早口で一生懸命喋る子なのかなと思って、少し会話のスピードとかも早めな感じで、キャラ作りをさせていただきました。ミニアニメの収録の際もですね、せっかくの小鳥の大事な説明、一文字もこぼしたくないという気持ちから、本当に呪文みたいな早口で収録をさせていただいたら、一緒にブースに入っていた他のキャストさんにびっくりされてしまいました。誰かに何かを教えてあげたい、説明をしてあげたいという強い気持ちが魅力的な子なんじゃないかなと思っています。説明をしだしたら、ぜひ皆さん逃げないで最後までお話聞いてあげてください。はい、これから見ていただく先生の楽しみは奪ってはいけないかなと思うので、一言だけ、お腹がとっても可愛いです。先生、いつも生徒の皆さんを大切にしてくださって本当にありがとうございます。先生がいてくれたからきっと今の仕事すがあります。ブルーアーカイブという作品は本当にいろんな素敵な方が関わって作られた、とてもとても愛にあふれた作品だと思っています。といっても私はその多くブルアカの現場に関わらせていただいてるわけではないので、その私が参加させていただいた収録や、実際に遊びに行ったリアルイベントとか、そういったなどなどで、触れた機会にそう感じております。そして本当に開発さんの努力や、運営さんの力強さ、関係者の皆様、キャストの皆様、関わったいろんな人、そして何より先生の愛、その愛を通じて出来上がっているコンテンツだなと、とてもとても思っています。海を越えて、こうして一つの作品、素敵な作品、ブルーアーカイブを通じて、先生に出会えたこの奇跡、この幸せを大切に大切にしていきたいなと思っています。改めて先生、いつも本当にありがとうございます。そして、これからも生徒の皆さんをよろしくお願いします。はい、私自身一プレイヤー、一先生なので、先生の皆さんのお気持ちはとても辛いほどわかるのですが、この言葉を送らせてください。青奇跡の準備はいかがでしょうか。今回も、魅力的な生徒さんのピックアップが本当にいっぱいです。貯金をするのもよし、ババーンと使い切るもよし。せっかくの大運動会ですから、生徒さんたちと一緒に先生もたくさんたくさん楽しんでくださいね。この衣装を着た感想が聞きたいですか？それが、あれ？今までは特に意識してなかったのに、先生から聞かれますと、急に少し気になってきます。